村上源氏小鹿野家の流れを組む、公家、家族である。公家としての価格は、ウリン家、新家、家族としての価格は、公爵家。鎌倉幕府の源の頼朝と対立した、源の道地下の子孫で、道場源氏重屋の一つ。村上源氏の名門ではあったが、江戸時代の家録は150国で、中級の公家だった。幕末、明治初期の当主。 岩倉と美の明治維新の功績により、明治以降は公爵家に列した。通詞は、愚。江戸時代初期の元乱年間に、小賀の春光の四男小賀の愚行が分家を許され、京都落北の岩倉村の所領にちなみに、岩倉を加盟としたのに始まる。分家に、筑佐家や植松家がある。岩倉家の当主も、 しばしば、これらの家から、養子入りしている。一門からは、天皇から、仏教国史という国志望を賜った高僧の伊氏、文盛も出た。伊氏文盛は、岩倉智美が陰性した、霊言寺を解散したことでも知られている。幕末から明治時代にかけての当主、岩倉智美は、明治維新の功績によって、大乗大臣三条を耳に継ぐ、右大臣に任じられ、さらに、 ともみ没後の1884年に、次男、岩倉智貞が、ウーリン家としては、異例の公爵に除せられている。また、ともみの三男岩僧、愚行とともみの孫、岩倉具徳も同年に分家して、本家と別に乱爵に除され、愚行の小岩倉具名は1891年に、死爵に昇爵した。1896年には、ともみの四男岩倉堂ともも乱爵に除された。 国立歴史民俗博物館の急校給料取り調べ帳データベースより算出した幕末期の岩倉計量は以下の通りありがとうございます。